メキシコの大衆芸術博物館に展示された生命の木、オスカー・ソタの作。生命の木とはメヒコ州のメテペックなど、主にメキシコ中部で作られる粘土工芸品の一種である。植民地時代初期に聖書の教えを原住民に伝えるために作られたのが始まりと言われる。現在はメテペックに根付いたものと考えられているが、起源は クエブラ州のイスカルデマタモロスである。もともとはアダムとイブのような聖書に登場するイメージを題材として用いたが、今日では必ずしも聖書とは関係のない題材がモチーフとされることも多い。エデンの園をモチーフにした伝統的形式の生命の木。中央メキシコでは生命の木に見られるような陶器やセラミックの技術が古くから受け継がれてきた。 陶器や粘土技術の起源は、紀元前1800年から1300年にまで、遡る。こうしたものに色付けを行う手法は、後のオルメ化の影響を受けたものと言われる。西暦800年頃には、テオティワカンの影響で、セラミック製品に、宗教的シンボルが取り入れられるようになった。マトラツインカ人の工芸品は現在メヒコ州あたりの、地域に受け継がれているが、 メヒコ州は、メキシコ盆地と現在のモレロス州やゲレーロ州といった地域に囲まれた地域であり、西暦800年頃から現在まで、マトラツインカ人の工芸品はこれらの周辺地域から多様な影響を受けて発展してきた。スペインによるアステカ帝国の征服の後、カトリック州同士はそれまであった、原住民の神々を崇拝する工芸品を破壊し、代わりに、 カトリックの成人数形に用いるものを広めた。原住民にカトリックの教えを説くために生命の木が絵画などにも描かれた。植民地時代、メキシコのセラミック製品は主に自己消費のために生産された。セラミック製品はスペインと原住民の技術やデザインが融合したものとなった。20世紀前半には豪華に飾り付けられた生命の木が登場した。 春や死など、非宗教的題材をモチーフとする生命の木はこの典型例であった。エデンの園のような聖書に登場するテーマを扱った樹の生産は、プエブラ州のイスカルデ・マタムロスで始まり、メヒコ州のメテペックをはじめとした他の地域に広がっていった。特にメテペックのものは鮮やかな着色が特徴的である。やがて、 樹の造形品はこの地域を象徴するものとなり、この地域でしか見られない伝統工芸品になっていった。メテペックにある生命の木。テーマはアダムとイブ。伝統的な生命の木には宗教上重要なテーマが描かれている。頂点には神のイメージが置かれ、下部には神が世界を7日間で作り上げたことを表す太陽や月。 動物やアダムとイブなどが描かれる。聖書に登場するサタンやアダムとイブをエデンのそのから追い出した天使ガブリエルも生命の木の下部に描かれる。全体的に見ると生命の木は台のような形をしている。宗教上の目的や装飾の目的で作られることが多く、航路のあるものは宗教的目的から作られたものが多い。イスカルでまたもロスでは、 生態の祝日での更新にも用いられる。生命の木は粘土、ガス用にて低温で焼成して作られる。高さ26センチから60センチくらいのものが多く、作成には2週間から3ヶ月程度かかることが多いが、大きなものでは、作成に3年かかるものもあり、サイズは大きなものから小さなものまで多種多様である。様々なテーマが取り上げられるが、 生と死の二元性や人間と自然界の関係性も扱われる。生命の木を作成、販売しているのは主に親、祖先から製造方法を学んだ職人たちである。この数十年で生命の木は多様なものとなり、生と死の二元性や人間と自然界の関係性を扱ったものが増えたが、ほとんどは以前のようにアダムとイブなど、 宗教上のテーマも同時に扱っている。しかしティブール氏を添ってのフェルナンデスのように宗教上のテーマと全く関係のない生命の木を作成する職人もいる。多くは有名人の半生や有名な場所の歴史をテーマとして扱ったものが多く、彼の作品はスコットランド、アメリカ合衆国、カナダ、イタリア、フランスといった外国でも展示されている。 しかし、中には、こうしたエデンのそのと関係のない作品は、真の生命の木とは言えないと指摘する者も,もいる。プエブラ州伝統のタラベラ焼きをテーマとした生命の木。アステ家族の悪魔ネアルをテーマとした生命の木。現在生命の木が、主に生産されているのは、メヒコ州のメテペック、プエブラ州のイスカルデマタモロスとアカトランデオソリオの3つの地域である。 かつては、妊娠や富の象徴として、新婚夫婦に、プレゼントされる習慣があった。現在最も生産が盛んな地域はメテペックで、職人たちは、中国、日本、フランス、イタリア、ドイツ、スペインといった外国からも発注を受けている。この中でも、スペインへの輸出が最大である。有名なメテペックの職人としては、アルシュンディア、ティトレース。 マデスタ・フェルナンデス、マカリオ・ガルデューノ、パズ・ロペス、クラウディオ・タピア、チモテオ・ゴンザレス、セルソ・ロドリゲス、ホゼ、サンチェス・デレオン、ラセロ、マニュエル・レオンらが挙げられる。メテペック市当局は伝統を守るために陶芸やセラミック加工技術の講座を講演している。しかし、現在職人は減少傾向で消滅の危機にある。例えばメテペックのコモンフォルト通りでは、 多くの職人が製陶業を営んでいるが、この中で生命の木を生産しているのはわずかに2店舗である。職人現象の最も大きな要因は、主にアジアからの安価な模造品の流入である。メキシコの職人たちにとってこれは致命的な問題であり、メキシコ政府は伝統工芸品の商標登録と原産地故障に乗り出した。2009年には、生命の木は、 メテペックとその隣のカリマヤの職人たちの商標として登録され、生命の木生産に従事するおよそ300世帯がこの恩恵を受けることになった。また、これに加えて、生命の木のトレードマークを作ることも検討されている。メキシコでは、優れた陶器作品を選出するコンクールソナシオナルで、アルファレア・ワイ・セラミカが行われていて、毎年生命の木も出品される。 生命の木以外にもオアハカ州、ハリスコ州、グアナフワト州など、メキシコ各地から陶器作品が出品されるが、その中でもメヒコ州から最も多く出品される。コンクールは調整しないもの、低温調整、高温調整、放浪と部門別に審査される。ここでは、毎年メキシコ各地の原住民コミュニティの代表者が集まり、人間による生命の木を作る。 2006年には63のコミュニティから民族衣装を着た500人が集まって人間ピラミッドを作り世界平和を訴えた。サポテコ族、ワステカ族、タラスコ族、マヤ族、オトミ族、タラウマラ族、ウイチョル族、ヤキ族などからも代表者が集まった。エクスプラナダアーティズナルなど似たような試みのイベントは他にも行われているが、 繁盛しているものは少ない。エクスプラナダアーティズナルでは、本物の民族工芸品が販売されているにも、かかわらず、会場が汚い上に照明も暗く、訪れる人は少ない。このイベントは、メテペックのイダルゴ通りで開催され、地元で作られた、粘土、セラミック製品を販売する95の店舗が、集まるが、来場者が少ないために週末しか営業されていない。 サービスの拡充や、広告宣伝など、自治体による支援が不十分という販売業者もいる。ABCDE、アビラ、ウィルフリード、ラスマノスマヒカス ENL、バローデルアーボールデラビーダ、L、ソルデクエルナバカ、http コロンスラッシュスラッシュ www.oem.com。m x s t ノータス、N961499、HTM2010 年3月5日閲覧。マジックハンズ・イン・ザ・クレイ・オブ・ザ・ツリー・オブ・ライフ。ABC ・ディ・ゴンザレス、マリア・デ・ラルス、レプレサンタ・イ・エヌ・バルオ・ヒストーリアス・ワイ・レジェンダス。レイ・フォーマー、P23ABC ・バルディ・スペノ、マーサ・ペルデュラ、ス・ーエスティ・ロ・アンセストラル。レイ・フォーマー、P15 ハット・ AB ・コルダロ。 パトリシア、イヌクタンサビア A、アルボルエットニコ。レイフォーマー、P10ABCD ロドリーゲス、ジュアンジョゼ。L アーボールデラビーダ、EN ペリグロデムエルテ。L ユニバーサル、http コロンスラッシュスラッシュ www.elunivrsal.com e。MX、ティークーローズ 47,、47,754オールド、html。 2010年3月5日閲覧、ザ・ツリー・オブ・ライフ、インデンジャー・オブ・デス・ A ・ B、トゥ・レイ・コイロにネマリーズ、マニュエル・サンチェズ・クルーズ、ロス・アルボラス・デ・ラビーダ、バロー・パラクロマード、メキシコシティ、アルテス、メキシコマガジン、2010年3月5日閲覧、ABCD、オルルゲーン、ローダ・マリア、ロス・アルボラス・デ・ラビーダ・レイコレン・エルムンド、 ノーティシエローズテレビッサ、http://www.esmas.com スラッシュ noticirostelevisa スラッシュ i n v e s t i g a c i o n e s スラッシュ 539238.html2010 年,年3月5日閲覧。The Tree of Life Travels Around The ワールド A ・ビバルディスペノ・マーサ・アキュザニアル・アユンタミエント・デオルビダ・アルパルケアーティズナル・レイフォーマー・ p 十三クルトゥラ・アルチザニアス・エル・ユニバーサル・アヘンシア・エル・ユニバーサル・ロドリーゲス・ジュアン・ジョゼ・エル・アルボル・デ・ラビーダ・エス・マーケ・レイ・ヒストラーダ ミレニョ http コロンスラッシュスラッシュ i m p r e s o m i l e n i o com スラッシュノードスラッシュ八五二三一六一二零一。例年3月五日閲覧。ザ・ツリー・オブ・ライフ・イズ・エー・レジスタード・トレード・マーク・エスピン・オーザアルトロ・ギャラルドネン・クレー・テレビ・ダット・アーティズナル。メキシコ・シティ。レイ・フォーマー。p。1 8ありがとうございます。